どうも、六六日のエンタメラボへようこそ。六六日のペチとキメロジと長男役曲作です。注文完了。何を注文したんでしょうか？バンテリンのジュースを注文しました。中から行くからちょっと塗るだけじゃ効かんのよ。中からは弾けさせてください。バンテリンを、ね、ということで、天国と地獄最古の二人最終回直前考察来ました。綾瀬さん、高橋さんを拝めるのも最後でございますよ。いやそうね、でも最後なのかな。映画が期待してんだけどな。あ、嘘。確かに。まあね、ちょっとできるような雰囲気もありますし、ね、うん、そうだよね。終わり方次第だな。そうだね、そうだね、うん、入れ替わりが起きればね。いや確かに確かに、あるかもしれないからね。最後にね、謎を残して終わってくれればななんてこともね、思ったりしますけどもね、うん、まあ、なんかやっぱり9話のねコメントを見るとですね、まあ、とにかく9話が良かったな、うんうん、素敵な話だったな、素晴らしかったなっていうコメントが多くて、うん、もちろん考察もあるんですけど、うん、やっぱ日高のお兄ちゃんを思う気持ちとか、うん、なんか日高を思うと胸が苦しいし感動しましたねみたいなコメントがたくさんあってですね、騙されるなよ。おっと、あーいい話でつくかと思ったら考察の頭に切り替わりましたね。危ない危ない。いや僕も騙されかけてます。危ないね。みんなも騙されかけてます。俺はもう考察ってはないと思った、うん、終わったじゃないの考察は。いや俺もその自分とも戦ってる正直な、ね、うん、でもやっぱり疑うべきとこあるし、みんなのコメントでもやっぱこれ回収されてないですよとか、うん、ここおかしいですよっていうのがまだあります。やっぱり面白い、うん、で俺も結構五分五分ぐらいの気持ちにもなってきてますんで、うん、大どんでん返しがあるのかどうなのかっていう考察も含めてね、うん、最終回前にちょっと頭を整理していただければと思います。はい、はい、ということで、天国と地獄最古の二人は毎週日曜夜9時から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画その翌日月曜日に直後考察動画を上げておりまして、その直後考察動画についたコメントをまとめて再考察した直前再考察動画を放送日前々日の金曜日に上げておりますので、こちら3本セットで最後まで楽しんでいただければと思います。全員まとめて丸裸じゃい。似てんだよな。似てんだよな。まずはですね、トアだ。なんかね、僕も思うんだけど、うん、なんかあといけんのってトアだぐらいじゃねとも思ってて、っていうのもその黒幕になり得るのが、うん、もうリクとかヤマキっていうのがちょっと本当になくなってきてるじゃないですか、うんうんうん、そうだね。ってなるとなんか怪しいのってトアだじゃないってなる気持ちもわかるし、うんうん、だからこそトアだっていうワードがやっぱこのコメントでかなり増えたのよ。そうそうそう。でその中でちょっと気になるやつをちょっとピックアップさせてもらったので読みたいと思います。はるさん。最初の事件の一ノ瀬は本当に十和田の仕業なのでしょうか。十和田が自殺したのは2018年11月下旬となっていますが、一ノ瀬殺害はセクハラのメモによると12月16日となっています。これは制作側のミスなのか、それとも10話で新事実が明らかになって本当の黒幕が出てくるのか、セクハラがこれに気づいてないとなるとただのミスなのでしょうか。最後に考察お願いします、ということで。あ、いや、うん、もう一個詳しく書いてくれたらそっちも読みたいと思います。これはリアルタイム放送のコメントです。あと気になる点は、十和田が死亡推定が2018年11月下旬第7話で、一ノ瀬殺害が2018年12月16日第8話のセクハラの書類、十和田死亡した後に一ノ瀬が死んでるところ、東が日高に一ノ瀬の写真を見てみろと言わんばかりに出したところから、十和田の原稿を盗んだ後十和田になりすまして一ノ瀬を殺害し、東自身は一ノ瀬と何の接点もないから足もつかず空襲後になりきれたという自信があるのかと思った、ということでですね、これね僕も確認したんですよ、うん、まず第6話で十和田が11月の下旬ぐらいが死亡推定時刻ですよっていう書類が書いてありました、うんうん、でその後に川原のこういうことなんじゃないっていう推理の場面あったじゃないですか、幅に向かってね、こういうことだよこれはっていうシーンの書類、セクハラの書類に書いてあったのは、一ノ瀬殺害が起きたのが2018年12月16日だったということで、一応十和田っていうのは一ノ瀬を殺す前に死んでるっていう事実はあると。うん、そうなのよ。殺せるはずないもんね。いや、そうなのよ。死んでるのに一ノ瀬を。そう。なんかね、今振り返ると、多分6話だと思うんだけども、十和田をね、川原が探し回ってたじゃないですか。うん、で、マンションっていうか、アパートか、うん。アパートに行ったけども、いなくて、死んでますよと。で、おそらく自殺ですよ、みたいな、うん。そこもなんか、警察によると、自殺って言ってましたけどね、みたいなことも言ってたし、うん、死んでからもだいぶ時間が経ってますとか、うん、結構なんか、怪しい要素っていうのがかなり、うん、散りばめられてる感じもするんだよ ね、うん、さらっと過ぎ去った感じだよな、十和田に関しては。そうだね、そうそう、あえてな、うんうん、でも結構やっぱ疑問が残る点っていうのが多くて、やっぱこれがミスじゃないんだとしたら、一ノ瀬を殺したのは十和田じゃないってことにはなりますよね。そうなるね、まあ、11月下旬っていうのがね、どのぐらいその推定って書いてあるから、うん、そうだね、あ、そっか、その範囲なのかなとも思いつつ、あ、まあまあちょっと半月ぐらいか、誤差は。そうそうそう、まあ難しい ね、確かに。まあでもドラマ上なんだろう、演出
としてやるならさ、ちゃんと入っててもいいと思わない？そうだよね。これを12月下旬にしとけばさ、十和田の死亡推定、うん、そうすれば何の疑問も持たなかったし、うんうん、これをあえて11月下旬にしてるってことは何かなんかメッセージ性も感じるなとも思いつつね。うん、そうだね。で、まあそうなってくると十和田っていうのがどういう存在なのか、うん、その被害者なのか、それとも殺人に関わってる方なのか、生きてるのかとか、いろいろ疑問が出てくると思うんだけども、まあちょっと一個の意見としてこれを読みたいと思います。ヨン・アップルトンさん。十和田はまだ生きている。東父の転落の目撃者が十和田。十和田に目撃され脅された東は十和田の犯行の手伝いをさせられたって言ってるんだね。うん、まあこれはこれで。なるほど、面白いなと思ってて、まあ十和田がね、まあなんで生きてるのかっていうのはちょっとわからないけども、とにかく生きてて、で転落を目撃して、それを逆手にとって十和田に脅されて東は殺人を行ってたとか。なるほどね。いう可能性もあるのか。そう、機械いたもんね、誰か一人。あ、でもなんか一応姿映ってたよね。映ってたっけ。映ってた、映ってた、映ってたけど、でもまあまあ他にいたりな。そう、他にいたりとかして全然できるよね。そうだよね、うん、ね、やっぱね、十和田のコメントがさっきも言ったけど多くて、で犯人っていう人もいれば、うん、ここで本当に十和田は亡くなってて、うん、その十和田も殺してて、で十和田のせいにしてるみたいな、一ノ瀬の事件みたいなパターンもいるんだよね。まあやっぱ十和田っていうのが意外に重要な可能性もあるのかもね。まあそうだね、うん、役者さんも役者さんだしな、ね、めちゃくちゃ有名な方だしね。でもやっぱさすがにここで十和田が完璧な黒幕ってよりは、十和田の殺しのあの場面で黒幕がどう動いてるかっていうのが大事なのかなと思って、うん、黒幕が十和田っていうのはちょっとさすがにさ、確かに、まあそうだね、だってあの免許証の写真でしか出てない。確かにそうだね、急すぎるな、ね、ちょっと急すぎるな。十和田の周りで何か起きてる、十和田がどう利用されてるのか、そこなのかなとも思いつつ、ね、そうね、まだ分かってない情報は絶対出てくるよね、十和田についてね。直接的な接触があればね、その東とかさ、うん、だったらもっとちょっといろいろ変わってはきそうだけど。そうね、うん、はい、続いてはですね、東のねセリフでちょっと気になるとこがあるなっていうのがあって、で東っていうのはね、もう完全に亡くなっちゃったので、そのなんか謎要素だけを残して亡くなってしまったということで、ちょっとそこを読みたいと思います。マリドさん。やっぱり師匠が俺はどんな殺され方をしてもいいと言ったのが気になります。俺は捕まってもいいというならわかるのですが、日高も命を狙われてるような言い方だったので、誰かに弟を殺すと脅されて仕方なくやった。確か捜査会議でも最後の殺人動機が弱いみたいなことを言われてませんでしたっけ。ということでですね、うん、東がね、望月と会った時か、日高と望月と会ったあの船の場面で、うん、警察なんですみたいなことを言ったんだよね、うんうん、望月のことを、うん、陸がね。そしたら俺はどんな殺され方をしてもいい、弟だけは助けてくれみたいなこと言ってて、うん、なんかここの俺はどんな殺され方もしていいっていうワードに引っかかった方がめちゃめちゃいて、このワードどういうことですかねっていうのはこの方以外にもたくさんいただいたので、うん、でも確かに殺され方もしてもいいっていうのが、まあ、表現の仕方がそれだったっていう可能性もあるんだけども、うん、その病気で死ぬってことをなんか病気に殺されるみたいなことを言ったみたいな可能性もあるんだけども、まあ誰かに殺されるみたいな意味だったら謎の発言ではあるよね、うん、そうだ、いろんなことが覆ってくるっていうか、そうだよね、狙われてるってことでしょ。そう、マジかってなると、さっきは十和田が黒幕ではないとは言ったものの、例えば十和田に脅され、本当は生きてて十和田に脅されてるとか、十和田がミスター X 的なポジションでっていうことに浮上してくるのか。あー、なるほどね。そういうことですよ。 X って銃だっけ。あ、そうだ、そのコメントもあったね、昔。十和田か。そう。あ、でもなんか、それは結びつく。展開的には、つながるわな。そうだね。ちょっとな。そうだよね。そもそも、あの漫画は十和田が書いたってことは分かってるから、十和田が自分をミスター X として書いた可能性っていうのがあるのか。なるほど。俺は十和田だから、うん、X だぜ、みたいな。うん。ことでね、サイコパスってことにはなってくるのかもね。ね、そして、まあ、さっきも軽く言ったんだけども、日高に騙されるなってコメントも8兆件ぐらい来てて、8兆、8兆件やすんご更新だね、全世界から来てるいや、そうっていうぐらい、まあもちろんなんか願望も込めて日高はいい人であってほしいっていう方もいるんだけども、うん、まあ展開としてこれ9話が全て覆る展開っていうのも望んじゃうよねみたいなコメントもあって、面白そうだね、それはそれで。面白いは面白いじゃん、うん、ね、そういうのをね、ちょっと代表して読みたいと思います。M ネラさん。日高がサイコパスなら、初めから日高を異性として意識してる綾子を取り込むことは簡単だろうな、全ては計算通りなのかも。階段から落ちて目を覚ました時に一瞬見せたサイコパス顔、あれが本性だと思います、うん、っていうのがまずコメントだって、こういうコメントがたくさんあって、うん、確かにね、時折見せる日高、まあ高橋一生さんっていうのがなんかちょっと含みを持った顔してるんだよね、うん、そうだね。まあコメントにもあるんだけど、例えば首をグキグキグキってやったり、あったね、とか起きた時の顔がもう殺しますぜみたいな顔してたり、印象の
残ってるのは歩道橋の振り返った時のあのこのなんか血が止まった、 そうだあれめちゃめちゃ怖かったやん、ね、とかがやっぱ何か隠してるからこそあの表情、うん、高橋一生さんの演技力演技プランだったらやりそうな感じがするじゃないですか。そうだね、まあ、あとはもうシンプルにミスリードって可能性も全然あるんだけども、うん、やっぱ1話っていうのはサイコパスだとして日高は出てるわけだからね、うん、そうだね、結果的には違ったけど、まあ、そう、うん、あそこで違うってなったらこのドラマも面白くないわけだから、うん、そこをねミスリードするためにはあの顔をしなきゃいけなかった可能性も全然あるんだけど、うん、そうだね、俺らにまずそれを印象付けなきゃいけないからね、そこがねちょっとドラマ考察っていうのは難しいとこではあるんだけどね、うん、演出もちょっと考察していかなきゃいけない、まあ、そうですね、それもまた面白いということで、さらにもう一個日高疑うコメント、ミンさん、私も日高リアル最高説ある気がします。1話を見返していて違和感が感じたのが、電車で初めて綾子に出会った時、警察の方ですかと首をゴリゴリさせる表情だったり、綾子が日高の会社へ取り調べに行った際に一人暮らしは余計だったかと少し面白がるような態度、今回の日高の証言と回想シーンが全て本物であれば、1話の日高は生まれて初めて殺人現場を目撃し怯えた様子で後始末をしたであろう日の翌朝になるはずです。それなのに警察に対しての警戒や怯える様子も全くなく、深夜に時間をかけて後始末した疲労も感じない、さらには綾子に対して爽やかにマスクを差し出す余裕まであるといった感じで、今回の証言と1話の日高の様子を照らし合わせると、日高はただのいい人だったで終わる気がしませんでした。綾子の心に入り込み視聴者までもまんまと信じ込ませたという本物のサイコパス日高が最終回に待ってる気がしています。おお、まさにその通りだね、まさにそうね、確かに翌朝にあんな平然としてる態度を取れるのはちょっとおかしいよな。9話を見るとどう考えてもおかしいよね、余裕すら感じたもんね。そうだね、はい、ということでね、日高っていうのがね、まあどう考えても鍵を握ってるので、まあそうだね、もしかしたら日高が東咲也を牛耳ってて、東咲也に殺しをさせてて、うん、まあ自分は後処理はするけども本当に命令してたのが日高だったっていう説も出てくるのかな、そうそうそう、もしかしたらね、あのねコメントでもそれもあった、あったな、あの日高がミスター X 的な存在なんじゃないかっていうコメントもあって、まあそれをその東でバレずにやってんのかどうなのかみたいなとこも難しいとこであるんだけども、二人の関係は一応なんか良好ではあるから、まあそうだね、でもなんか東がすごい日高をさかばってたっていうか、弟はって言ってたから、はいはい、まあめちゃくちゃ怖がってるのか、そういうことか、表向きの顔なだけってことか、そう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 、じゃあ、キュアの回想シーンとか歩道橋の兄さん話し合いましょうよみたいなのはちょっと嘘なんか、いや、あの後からとか、あ、そう、あの後から、あそこから殺しが行われてるわけ、あの後から、そこの空白のね、時間みたいなのがあったり、ふざけんじゃねえよみたいなさ、あの言う時あるじゃん、あ日高がめちゃくちゃ、ね、それをあの後東にやってとかあるのかなと思って、ね、だから日高が東に壁ドンして、そう壁ドンしてとか逆に、ね、やってるみたいな、そのめっちゃ恐怖政治をしてたっていうのもね、あるかも。ということでですね、まあ、大注目は日高で間違いなくて、でそれに十和田がどう絡んでくるのか、うん、東との関係がどうなってくるのか、結構もうこの3人に絞られてきてるのかな、ね、あとはそうだね、日高のお母さんお父さんとかが、うん、まあ、ちょっと入ってきたりとか、うん、なんか今の登場人物で黒幕っていうのはもうコメントでもほとんどなくなってきてて、うんうん、もう山木もう犯人にしたいんだみたいな謎の声もあって願望に近い謎の声もあって、やっぱもうね描き方的にちょっとそれはなさそう、リクもない気もする、うん、どうリクもないよ、いやないと思う、うん、まあ、予告でねちょっとなんか怪しい発言が多くて、まあまあそうね、日高日高ってすごいねって言ってたから、うん、まあ怪しくないけどなその意味でもなんだろうな、結構予告でリクが出てきてるというか、ね、そうなんだ、セリフは結構挟んであってたんで、うん、そうそう、なんかリクもあんのかなって、で師匠のさ遺体を目の前にね、うん、僕もなんか悪いんですよみたいな、師匠も悪いことしてるけど、ね、もう僕も結構悪いこと、もうなんか悪い人間なんですよみたいな言ってたんで、あなんか隠してんのと予告見るだけでは思っちゃったんだ、ね、ただまあ主語がないからね、その発言全部、でなまあ蓋開けてみればあそういうことだったんだっていうのは大いにありますね。師匠っていう呼び名もちょっと気になるというかさ、うん、それこそ殺人の師匠とか、あ、怪しい方か、怪しい方とかってっていうのもまだ、まあ、本当に可能性を残すのであれば、ね、そういうのももしかしたら出てくるのかもしれない、そういう思いも引き継いでる、そう、うん、まあちょっとキスしてるんでアンチ陸の僕としてはいいなら全然いいですけど、1回ぐらいまあ許したね、はい、ということでね、こっからちょっとこれどういう意味なんですかねとか、そっちのコメントも多くて、はい、まあ、僕たちなりに答えは知らないけども、うん、ちょっと考察していきたいと思います。小川浩平さん、最高な2人の2人って結局誰
ると誰だったんですかねということで、一番考えられるのはやっぱり兄弟がサイコパス、このまんまの流れでね、9話の流れのまんまでいくならやっぱ2人なのかなと思ってて、まあもちろん東っていうのは今んところ殺しをしてるわけで、でその殺しを手伝ってる、まあ掃除してるっていうのもある意味サイコパスって考えたら、やっぱこの兄弟はサイコパス、サイコの2人っていう意味なのかなとは思うんだけどもね。そうだね。でもどうなんだろうね、望月も入ってくんのかな。望月が入る隙がないんだよね今もう本当にね。正義感あふれたいい警察官というか、なってるけど名前だけですよ、サイコって読めちゃう。ああそうかそうだね、はい、サイコ。まあ結局ね、その主人公2人というかっていうことなのかもしんないけどね、大きく捉えて的な、大きく捉えて、そう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 、サイコ、まあ、言ってたしね、リクもなんかサイコパスっぽいねみたいな。ああそうだね、言ってたし、こう言っちゃ何もともこうないけど、そんな深い意味はないのかなっていう、まあね、天国と地獄っていう、あのそうだ映画が結構昔の映画であったりするから、何かしら副題をつけなきゃいけないってなった時の一文な気もするけどな、ね、確かに。そしてちょっとこれもね、かなりコメントが多かったんで触れていきたいと思います。アネモネエイトさん、なんで兄は奄美に行ってないのに凶器は奄美の石なんでしょうね。それと日高が清掃してる時にまだパチンコ玉が口に詰められてなかったことも気になりますみたいなコメントが来てて、まあ、この凶器が奄美の石だった理由に関しては、まあ、ちょこちょこ僕たち言ってるんだけども、まあお母さんが奄美出身だったということで、お母さんから石を昨夜にもハルトにも渡してたんじゃないかなって思ってて、まあその描写が全くないんだけども、日高ん家に1個綺麗な石があって、で殺人に使われてた元々咲夜が持ってたあの奄美の石っていう2つ存在してるので、まあどっちにもなんかお守りとしてお母さんが渡した可能性が一番高いのかなと、だからこそそれで殺人を犯すっていうちょっとまあメッセージを込めてるというかね、皮肉めいたこと、皮肉だよね。そうだね、あずまって1回も行けなかったんだもんね、奄美に行けなくて亡くなっちゃったから。そうかそうか、だからまあお母さんか、まあ日高にもらうしかないよね。そうだね、お母さんがいつ亡くなってるかが分かんないから、まあ、そっちの可能性も結構あったりするのかもね。そうだね、でパチンコ玉が口に詰められてなかったのが気になるっていうコメントで、これ今回の9話で確かに日高が掃除をしてたじゃないですか、で掃除をする前の被害者田所はパチンコ玉詰められてなくて、で日高がパチンコ玉を入れる様子も描かれてなかった9話に関しては、これ結局誰がやったのってことになって、まあ、あれに関しては日高でほぼ間違いないかなと思ってて、っていうのも手袋が黒かった、まあ、カーキ色だったということで、今回9話でね、元々の手袋が破れてカーキの手袋をしたっていうくだりもあって、その後の手袋でパチンコ玉をね口に入れてたっていうところからも、で服装も日高だったし、っていう考えると、まあ、あの漫画通りに日高が犯人を隠す意味であれを行ったっていうことになるのかな。どうなってくるだろうね。そうだよね。ね、なんか確かに東が本当に犯人だったら東がやってそうな感じはするじゃん。そうだね、でもね、ああいう行動、そういう漫画に合わせたああいう処理は日高がやってたっていうことにはなるのかな。そうね、だから共犯にするためにわざわざそこはやらせてた、やらせてたっていうか、難しいね、難しいね、その指示でやってたのか、日高が自分からそれをさ、そこまで再現しようって思うのもなんかちょっと突拍子もないというか、なんか、まあどうなんだろう、どうせ共犯になるならもう闇の清掃人の、にとことん寄せてやるよみたいなのも、ちょっとそこでちょっとネジが一本取れたんだよね。ああ、俺もそっちかなと思ってて、その漫画も持ってたよ結局日高が、ってことは漫画も見てるから、じゃあもうこの漫画通りにするしかねえか。東ってでもそれ確認はできてんのかな、最終段階のさパチンコ玉詰めた状態ってのを、東自身はそれを見れないわけじゃん、そうだね、ってなると別にそれって兄の欲求を満たしてることにあんまならないような気もしちゃうんだけど ね、まあ、ね、勝手な日高のやってることだもんね。だから日高が何かもうちょっと手を加えることでより共犯として、もし万が一逮捕された時に自分も共犯としてめちゃくちゃ罪をかぶることができるからやってたっていうことなのかね。ああなるほどね、捕まった時のことも想定して日高をやってて、ってなればまあ割とそうだな、実は合うのかなって感じですよね。で、久米息子のタバコに関してはおそらく東がやってるんだよね、タバコを詰めて、まあ、そこに疑問も持ってる人がいて、そっか、そうそうそう、タバコを東がやったってことはじゃあパチンコ玉も東がやったんじゃないみたいな、なんだけど日高が行った時にパチンコ玉やってなかったじゃん、確かにこれは矛盾だよねみたいな話にもなってる人がいて、なるほど、まあでも冷静に考えるとあの東っていうのも自分が捕まろうとしてたから全てを自分でやろうとしたのかな、っていうことで片付くのかな、
これは。まあそうだね、それで片付くね、そっちはね。そうだよね、うん、だから今までの清掃プラスパチンコ玉詰めてもらったり、うん、デコレーションデコレーションの部分は ちょっとそこのね、意図がわからないところ、ね、そうだね、うん、そこは多分最終回で何か言及あるんじゃないかな、これはどういうことなんだっていう風になって、まあね、なんでそれをしたかとかは語られる気がするけど ね、殺人を行って以降二人が会ってる様子が描かれてないからね。あ、そうだね、そうだね、だからわかんないよね。確かにそうだね、うん、しもしかしたら会ってない可能性もあるから。そうだね、うん、そこがちょっと難しいですね、うん、はい。ただまあパチンコ玉に関しては日高がやったのでほぼ間違いないのかなっていうのは僕たちの答えでございます、うん、はい、はい、ということで9話の考察に関してはこんな感じなんですけども、まあ、最後にね最終回がどういうものになっていくのかっていうのをちょっとね考察というか予想して終わりたいと思います、うん。まずは今回のタイトルですね、ゆういちさんが言ってくれてるんですけども、予告に連続殺人事件の主犯は誰なのか真相にたどり着けない警察って書いてありますよって教えてくれてて、これなんか一瞬真相にたどり着けない主犯は誰なのかとか、あれこれまた黒幕の匂いかとも思いつつ、これって警察がたどり着けてないだけっていう表現にも見えるっていうか、まあそういうことなんだよね多分、うん、ってことはドラマ上は出てるけども、うん、警察がたどり着けない東っていう犯人、うん、そうだねっていうことにも見えちゃうよ ね、うん、そうそうね、入れ替わってる云々があるから。そうそうそういうことだよね。そうだよね、やし、うん、もう日高も全部被るつもりでいるんでしょ東の。そうそうそう、だから真相にはたどり着けないよね。ねえ、入れ替わりとかもあったらね、真相に警察がたどり着くってやっぱ山木とかの協力がないと厳しいのかな。そうだね、あったもんね、9話でね。だからね、まあいろいろ考察してね、大どんでん返しを期待してるものの、なんかこのタイトルを見るとやっぱりどう真相に警察が近づくか、うん、物語を終わらせるかみたいなことなのかなとも思いつつですね、ある情報があってですね、伊藤夏実さん TVer だと思うんですけども、副音声付きで見てみると最後が衝撃ですと言ってるみたいですよっていうコメントがあって、で僕も見たんですけども、今回山木役の溝端淳平さんと羽場健太郎役の谷恭介さんが副音声で出てたんですけども、うん、終わってすぐのとこで、うん、10話ラストシーンで衝撃がありますよっていうコメントを残してました。確かこれがまたね、あれじゃあ何よどんでん返しですかみたいな。いやそうなるとちょっとケメさんも言ってたけど続編というか、いやなんかあんじゃない、ね、もう一回入れ替わっちゃうんだよね。まあでも正直そっちだよね、このラストの衝撃、うんうん、まあそうだね、そのラストって言ってるあたりから、うん、その10話にして1から9のことが全部逆になるとかではなく、うん、ラストに何かを残しますよっていうメッセージなのかなと思ってて、うんうん、そうだね、だから1から9の物語は全部片付いて、うんうん、だそれに付随してのことではないとは思うね、うんうん、で最後にいい脚本を書いてくれたのでちょっとこれ読みたいと思います。信玄さん、真犯人とかはいなくて後半は罪を被ろうと日高の無罪を望月が証明する流れになるのかと、副音声で溝端さんが衝撃のラストと言ってたのはもしかしたらアメリカでのシリアルキラーエピソードに関して含みを持たす終わり方をするんじゃないかと予想、話を広げるほどの時間はないと思うので殺人をしたしてないは一切言及せずにあくまでも匂わせる程度で、殺してないかもしれないし殺したかもしれないしと視聴者の想像を任せるラストシーンで日高がニヤッとして終わるみたいな。おー、めちゃめちゃありそうだね。面白いですね、めちゃめちゃ想像できるわ。そうだね、ちゃんと物語は片付いてというか、うん、まあやっぱり東が殺してて日高が片付けてたっていう、まあ事実はあるけども、うん、あれちょっと待てよ最後で、いやちょっとやってきそうだな天国で地獄ね、やっぱ俺たちはどっかで日高がサイコパスであってほしいって思ってるというか、うんうん、そういうサイコパスな高橋一生さんを見たいっていうのはめちゃくちゃかっこいいしおもろいからね、うん、あの演技がね、いやそうなんだよ、うん、でまあもっと理想を言うと、もう本当にこの1から9を覆すような日高も見たいけどね。いや見たいんだよね、もっと言うとね、全然そっちでもいいよね、うん、そう最後じゃなくて、そうそうそう、別に感動とか、うん、あれも嘘だったんや、でも全然いいというか、そうそうそう全然いいし、うん、でも我らは日高にずっと踊らされっぱなしってことは、そういうことそういうこと、全然踊らされたいですよね、や我々はいくらでも踊れんだから日高に踊らされたら踊れますね、ずっと踊れますねはい、ということでね、まあ、この難しい感じにはなってきてますけどもね、やっぱりだからこそいろんな妄想もできるし、うん、まだまだね疑うこともできるこのドラマっていうのはやっぱり素晴らしいなと思いますしね、あとはこの10話を楽しむだけ、そうね、楽しみだな、見てるだけでございます。あさってですか、ちょっと寂しいけどね、終わっちゃうんだよな、ね、まだずっとこれを見てたいよね。いや本当よ、本当にちょっと日曜日の9時はちょっと天国の地獄でね、もう楽しみすぎたんで、ね、そうなんだよね、本当にそう、ずっと見てたいわマジで。はい、ということでね、まあ10話終わった後もね、直後考察、考察が残ってればもちろんやりますし、うん、まあ感想とかも含めて最後にやらせていただきますので、ぜひねそれを見て天国と地獄を完結させていただければと思います。はい、ということでリアルタイム放送今回も最後やりますんでね、大盛り上がりして終わりましょう最後、ね、みんなの意見とかね、もういやもちろん語り合おうぜ、語り合おう、とにかくね、うん、
楽しみましょうということで、僕たち他にもいろいろ活動してますボンということで、もう最終回だらけでございます。ただまだ遅くないです、うん、むしろ早いなるほど出たはい、ということでね、どんどんみんなでエンタメ盛り上がっていきましょう。以上、ロクロック組でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでも楽しいななんて思ってくれた方は、ぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後に、サク、はい、日高と望月が入れ替わってると分かった時の川原のセリフを教えてください。なんやでーな、なんやでー弱いな、セリフ。セリフ弱いな、2点で。